年齢的にもなかなか難しいだろうなって思いながら、でもやっぱり一般の社会と一緒で、特にブラジル行った時とかなんかはそうですけど、時代の変化っていうのはまあ間違いなくありますよね。スペースがないわけですから、ドリブルをしたいからしてたっていうよりは、下手したらワントップとかもやってたかもしれないですよね。本当にあのシーズンお疲れ様でした。で、はい、お疲れ様です。プロ23年目を終えて今率直にどんな気持ちですか？まずはあの大きな怪我なく1年無事に終えることができたっていうところに関してはほっとしてます。ただまあ当然ですけど、シーズントータルで見たときに、やっぱり終盤は少し出場時間だとかそういったものっていうのが減ってきてたので、まあ年齢関係なしに、やっぱり一個人としては、やっぱり悔しい部分ではあったので、良かった部分もあり、悔しさも残るシーズン、まあ両方だったかなっていう気はしますけど。監督のあの夏香監督とはその札幌時代に一緒にプレーもされていたじゃないですか。はい、そうですね。はい。なんかその、どういった形でそもそも山口加入を決められたんですか？まあ、決められたというよりは、僕はもう毎年毎年ですけど、行くチームが満了になったタイミングではなかなか見つからないっていう中で、まあ、その中でいろんな方の力を借りたりだとかして、ギリギリのところでチームを見つけてもらったり、チーム側に受け入れてもらったりっていう形で移籍をずっとしてきたんですけど、まあ、今回もそうですね、去年愛媛を満了になって、で、まあ、チームを探してるっていう中で、まあ、ただ去年の段階で40歳だったので、まあ、年齢的にもなかなか難しいだろうなって思いながら、まあ、なんとかチームがないかなっていう形で探してはいたんですけど、まあ、その時に山口さんの根の川さんの方が、まあ、夏さんが監督をやってるっていうこともあって、もしよかったら力を貸してもいただけないか、もらえないかっていう形で言っていただけたので、もう僕としてはもう本当にこれ以上ないありがたいお話ですよ。まずはサッカーをできる環境をそもそも用意してもらえること自体がありがたい話ですし、その上、まあ、そういう風に力を貸してもらえないかっていうことは、まあ、一応その一プレイヤーとしても評価していただけてるっていうことだったので、もう断る理由って、断るっていうか、まあ、そんな立場でもなかったですし、本当にすぐお返事させていただいて、ぜひ力を、僕の力でよければ、チームのために、できることをやらせてくださいっていう形で話にはなったんですけど、まあ、それっていうのも、まあ、やっぱり夏さんとのそのつながりっていうのがもうあったとは思うんですよね。多分その当時一緒にプレーをしてた部分でのなんでしょうね、まあ、僕の人間性だとか、性格だとかっていうものもそれなりに理解してもらってたと思うし、そういうのも含めた上で、まあ、僕をチームに取るっていうことがチームにとって決してマイナスにはならないっていうふうにも思ってくれたんだと思いますし、だからまあそういう意味ではなんか人と人とのつながり、まあ、サッカーっていうのは割と実力、まあ、当然ですけど実力ありきの世界ではあるんですけど、でもやっぱり一般の社会と一緒で実力も大事だけど、やっぱ人と人とのつながりだとか、まあ、組織で動いてるものですからね、そういったものっていうのはやっぱ大切だっていうのを改めて感じさせてもらったしっていうのはあります。子供の頃のお話ということです。お父様があのサラエボの冬季五輪に出られ、はい、バイアスリートに出られてました。やっぱ子供の頃から運動神経は良かったです。そうじゃないですかね、多分一応、はい、まあ、本当に物心ついた時からサッカーやってましたし、サッカー以外にもなんかちょいちょいいろんなスポーツとか、習い事をやったりしてたので、まあ、運動神経はいい方だったとは思います、はい、2月の秋田戦ですね。で、23年連続ゴールTリーグ、本当にもう流れるようなステップからの左足、2点目も取ったのもそのホームの町田戦で、あれも左足っていうことで、はい、本当に左足で数多くのゴールも決めてこられたと思うんですけど、どうやってそのあたりを、はい、培ったというか練習してそういう風になっていったんですか？あまりそんな特別なことはやってないです。まあ基本は右利きなので右足で蹴ることが多かったと思いますけど、自主練だ
とかそういうシュート練習するところでは左右、分け隔てなく蹴るような形で練習してましたし、そうですね、考えてみたら小さい頃から例えば状況によっては左足で蹴った方がいいっていう状況とかあるじゃないですか。でもまあ利き足に当然持ち直したりっていうことになることが多いかと思うんですけど、あんまりそこら辺ではそういうこと意識せずにその状況でそちらの、まあ、左足で蹴る方がより効率がいいというか早いとかすぐ蹴れるっていうんであれば それに沿って行ってきた、まあ、当然ですけど昔の方がもっと正確性だとかそういったものはなかったと思いますけど、まあ、そういう部分で積み重ねて蹴ってきたからこそ多少そういう、まあ、左足で蹴るっていうことでのスキルっていうのも身についたのかなとは思いますけど、プレーの時にこっちの方が早いじゃんみたいなそういう感覚の方が、そういう意味では必要性ですよね。別にあの試合の流れの中では当然あの左右どちらで蹴れた方がどっちで蹴れた方がいいですから、両方で蹴れた方がいいので、そういう意味での必要性ってことに関してあんまり分け隔てなく取り組んできたっていう部分ではあるとは思います。中学の頃にあのブラジル留学されてるじゃないですか、はい、そういうところの経験も大きかったのかなって感じたんですが、はい、いやどうなんですかね。小さい頃から結局特にブラジル行った時とかなんかはそうですけど、無駄に時間はあったんですよ、まあ、学校もちょっと行ってましたけど、でも向こうの学校ってそんなに長く半日とかで終わっちゃったりとかするし、で当然ですけど寮に住んでて寮になんかちょっとだだ広いあのグラウンドがあったりとかして、で自主練とかそういうのをするっていう時間はあったので、で当然そうなってくるとじゃあ何しようかなって自分で考えるわけじゃないですか。でその時々で、あなんか今こういうのを練習したいなとかこういうところ上手くなりたいなとかって子供ながらに考えて、じゃあそれをどうするかっていうふうに盛り込んできたっていうところで、まあ、そういう意味では、まあ、工夫っていうほど立派なものじゃないですけど、とりあえずどうすればいいかっていう考える下地みたいなものがそこで作られたと思いますし、まあ、それがそういうちょっとでも上手くなるためにどうしたらいいのかっていうものが、まあ、じゃあ左足でも使えた方がいいよねだとか、そういうふうな考え方に発展してったっていう意味では、そこの経験っていうのも大きかったかなと思います。はい、山瀬選手というとそのドリブルがすごくやっぱり印象的なんですけど、どちらかというと中央でのプレー、はい、あのドリブルっていうのがあの印象に残っていて、でただ、はい、なんかその今の時代というか以前はそういうタイプのトップ下的なドリブラーって結構いたと思うんですけど、今なんかそういうタイプ、はい、どちらかというとサイドでその仕掛けるみたいなのが主流になってきてると思うんですけど、はい、なんかその辺の時代の変化って感じる部分はあります？そうですね、それに関しては、まあ、ドリブルっていうことだけに限らずですけど、時代の変化っていうのはまあ間違いなくありますよね。フォーメーションだったりやるか、サッカーの戦術含めて、うん、そうですね、僕が子供の時から、学生時代でプロ新人の頃だとかっていうところから含めて考えても大きく変化はしてるかなっていうところはあります、ね。まあ、今は特に現代サッカーっていうのはいかにしてボールを、まあ、守備側は特に追い込むかで、ボールサイドのスペースを圧縮してできるだけこう何ですか、ね、狭いスペースでボールをまあ奪い取るっていう形に追い込むかとか、まあ、そこに入ってきたらまあ奪い込むだとか、そういう形でやってるので、まあ、当然ですけどスペースがないわけですから、まあ、ドリブルをなかなかしづらい部分っていうのはあると思うので、ね、まあ、必然的にあのサイドにそういうものが行くっていうのはしょうがない部分もあるのかなとは思いますけど、なんか今の時代だったら自分はこんな選手になってたかもなみたいな風になんか想像するとあります。今の現代サッカーで僕が、まあ、若い時だったらってことですよね、はい。でも僕はドリブルはまあよくしてましたけど、でもあれも別にドリブルをしたいからしてたっていうよりはゴールに向かう手段の一つっていうことだったんですよ。まあ、自分いかにしてシュートを打つか、だからもともとは裏への飛び出しだとか、そうですね、ラストパスを、まあ、中盤から2列目から飛び出して中盤の最後のフィニッシュにかかるっていうところを常に意識してやってたので、まあ、それがまあある時、まあ、マリノスの時ですけど少しそのフィニッシュを打つ形に持っていくのでドリブルがあった
ていうだけなので、そうですね、今のサッカーでもしやってたとしても、なんかサイドで受けてそこからドリブルをするっていうよりは、よりゴールに近いところでプレーをするっていう形の方が多かったのかもしれないですね。だから今のまあフォーメーションいろいろありますけど、だから下手したらワントップとかもやったかもしれないですよね、どっちかというと。まあ、呼ばれるとは思ってなかった発表の仕方もあの時はすごいちょっと独特、本当にやっぱり A 代表でしか味わえない雰囲気、頭がすごい疲れるような形、一つ一つの行動だとかっていうものが全部つながってるんで、じゃあ君はどう思うんだよ師匠さんの師みたいな感じ、本当に働かした方でもあるのかなっていう。